エスカンシアールの実技、エスカンシアール、またはエスカンシアード、あるい、エスカンシアウは、スペインアストリアス地方における、シードラを引用する際の作法。語源は、コート語に由来すると考えられている。必要なものは、シードラの入った瓶とそのシードラを注ぐためのグラスで、このグラスは、アストリアスグラスと呼ばれ、口径が9センチメートル、定型が7センチメートル、 高さが1 2トルと決まっている。片手の親指及び人差し指でグラスの下の方を持ち、中指は底面に添えて保持する。この時、手の位置は腰よりも低くかつ体の中心線に沿っておく必要がある。もう一方の手で瓶を持つが、この際側面は親指、人差し指及び中指で持ち、小指は底面に添える。瓶は頭上にまで。 高く上げ、その位置からグラスにシードラを注ぐ。この落差を発生させる手法により、シードラが空気を含み、泡立ちが強くなる。シードラを受けるグラスは傾けて保持し、グラスの壁面で受け止めるようにする。注がれた後は飲むわけであるが、この飲み方にも作法がある。泡が残っているうちに一気に飲み干すという見解と、グラスに注がれたうちの半分ほどを飲み、 残りは床に捨てるという飲み方が示される。蒸気のように得意な注ぎ方に特徴がある。エスカンシアールは、熟練を要し、専門に行うエスカンシアドールという職業もあり、注ぎ方のコンテストも開催されている。エスカンシアドールという名のシードラを注ぐための器具もあり、また、エスカンシアドールという名のシードラそのものも存在する。スペイン語の動詞エスケイシャーの過去。 分子男性単数形。アストリアス語の動詞エスコンシアーの過去。分子男性単数形。堺、以下、脚中のない記載は、同ページによる。DX よなあよで LA。レングイエスパニョーラバイジェシーマセグンダエディション。リアルアカデミアエスパニョーラ。2013年8月11日。閲覧。AB ホルヘガルエ。サーレポート4月号。 山口県庁国際課。2013年8月11日へ閲覧。堺 2007P590 左側、写真の上。奥村直子。リンゴ。ボン・オクウェイ。エリオドール。2013年8月11日へ閲覧。堺 S。エスコアドを堺。1914年創業でラベルにエスカンシアールをしているエスカンシアドールの図柄が。 描かれている。ありがとうございます。